はい、どうもお疲れ様です。3月14日、今日はホワイトデーでございます。男性の皆さん、チョコレートやクッキーの用意はよろしいでしょうか？もちろんチョコレートやクッキーじゃなくてもね、女性の喜びそうなものをプレゼントするっていうのはよろしいかと思います。なんかね、私はね、昔なんですけど、今じゃないんですけども、ホワイトデーに女性に下着を送ったことがあるんですよね。まあ、下着ってちょっと恥ずかしいようですけども、やっぱりね、男女でその下着をプレゼントできるっていうのはなかなかね、いい仲だと思いますよ。特別な仲をね、演出できるというところがあるんじゃないかなと思います。昔の話ですけどもね。はい、じゃあ FX に話を戻していきましょう。はい、今ね、日足を見ていただいているところですよ。日足を見ていただくと、一番最近のローソク足ってこれになります。これってもう覚えてます？また出ましたよね、これ。もう一回書きましょうか。実体があって、上髭と下髭が同時に出てますけども、このバランスがね、全てが1対1対1でしょ。実体の長さも1ならば、上髭の長さも1ならば、下髭の長さも1ですよ。全部3分の1ずつで構成されていることですよね。これってのはね、上にも行くし下にも行くし横ばいもしそうだっていうことで、最もバランスの取れてる形でもあるんですけども、チャート的にものすごくね、迷ってるってことなんですよ、このローソク足は。ですんで、これが後々変化して、例えば、例えばね、こういった形になった時っていうのは方向性がものすごく測りやすいんですよ。ね、こういうやつ。まあ逆でもいいんですけどね。で、こっちが短いとかね。ですんで、すごくこれはこれで見やすいことになってます。確かね、2つ前の陰線4線もこんな形になってましたよね。ですんで、最近お話したばかりだと思います。こっちがあって、同じような形がまた出てきましたよってことですよ。だからこれは材料の後によく出るんですけども、ボーンと材料で下がったんだけども、勢いで売られすぎて、もしくはロスカットを巻き込みすぎて、調整が入っちゃうんですよね。だから、半値戻しって起きるわけですよ。ね、半値戻しが起きたら起きたで、今度はね、半値戻しすぎたからもう一回半値戻しが起きてきて、こうなって、いわゆる、収束ってのが起きやすいのはこういう時なんですよね。で、トライアングルを作って、で、結局またどっちかにブレイクするわけでしょ。で、こういったストーリーが、この、ローソク足一本を見た時に思い描けるかなっていうところも、まあ、経験と知識の差になってきますんで、身につけておいてください。で、今回は、チャートがあってね、ローソク足があって、上と下にヒゲが出ていて、全部の例が同じ時にどう捉えればいいかっていう話をしています。ですんでね、この3つのプライスポイントがありますけども、この中ではっきり言ってね、下の方に展開される可能性もあるし、このフェーズで進行していくこともあるし、もう一個上のフェーズに戻ることもあり得るしってことが、この日足から見て取れるんですよ。だからこそ仮設定がものすごく大事ですよってことになります。仮設定については1時間足で説明します。じゃあ4時間の方に移っていきますね。はい、で4時間の方はこんな感じで、一番濃く反映されている値動きがここになります。そのもうちょっと前の瞬間っていうのは、こことも言えるんですけども、材料で一気に引き下げられてきましたんでね、その前っていうのはここに君臨してたわけでしょ。だからここをすっ飛ばして、もう今ね、いきなりこの辺りに陣地を作ろうとしてるわけですよ。ですんで、仮設定がすごく大事ですよってことをお話していて、そのために月曜日と、場合によっては火曜日、今日も使わなくてはいけませんよねってことで、今日火曜日はどのように使っていくかってことを説明します。午前中はもう概ね使っちゃうようになると思いますけども、1時間を見ていくとね、まずはここで、さっき FX のオリガルヒの方には説明しましたけども、材料による下落幅ってのはもうここで底を打ったんじゃないかなっていうふうに仮に設定するわけですよ。で、そうなるとどういうことになるかっていうと、当然ですけども、ここが上底過程の過程になりうるでしょ。それから、そっから、ボラリティをちょっとずつ縮めながら上の方に登ってきて、最終的に上髭を出して、ここで下の方にまた戻り始めましたよね。だから、この133円の550と、130円の420という、おおむね1円の幅、このレンジってのが、ちょっと臭いぞって話になってくるわけですよ。おや、この辺でちょっと一つフェーズを作るんじゃないかなっていうのがね、あるわけですよ。
はい、でもそれだけではありません。いいですか。じゃあ仮に今引いたゾーンプライスをこことここに置くとしますよね。レンジの何かプライスの幅をねここに置くとするじゃないですか。また別の考え方も存在します。133の110っていう赤いところです。これがこの辺りで反転して上昇に向かうようだったら、今度はねここが下点になるわけですよ。で上底はどこかっていうと、まあこういったところですよね。134円の544。そういう時は今度はですね、順当に行くこの赤いラインと赤いラインの間がレンジオプションになりますよってことです。この2つのなんか価格のゾーンが見えてくるかなっていうところが今の時点でお話できるところです。でこの2つの仮設定を使って午前中十分検証して、じゃあ新たなる今日火曜日水曜日木曜日に勝負できる価格帯っていうのはどこにあるのかなってことを見極めていくようになります。それが今日の仕事です。それをねうまくいけば今日午前中にできますので、そうなると午後から1トライ、そして明日から2トライ3トライが打てるようになってくるというのが今週のシナリオですね。これはね月曜日昨日しっかりと時間を使っていて、昨日もいろんなフェーズで仮設定をしていたからこそ、その変化に応じて結論が導き出したってことなんで、昨日の月曜しっかり使ったのはね今週1週間にかなり、寄与するわけですよ。まあ、そのことが伝われば今日の放送は身があったかなというところでございます。それではね、また追加放送は午後にでもしますんで、その時に、エントリーできるそんなねポイントを絞っていきたいと思います。うまくいけばいいですけどね。それではお疲れ様です。